どうも、エルザです。それでは、バイオハザード RE2 やっていきたいなと思います。とりあえず、いろいろ探索はした方が良さげなんで、探索していこうかな。あとはね、意外と弾の消費が激しいんで、ちょっとそこは気をつけながらやっていこうかなと。あとはそうだ、ナイフがね、ないのよ。ナイフがないんで、ちょっとね、そのあたりは気をつけなからになるのかなと思いつつ、まずは、ちょっと、懐かしいね。どっちだったっけ？あ、ここは、待って、一回弾は、あ、魔法の箱、位置変わってるんだ。へぇー。はい。これ開けたらいきなりなんか出てきそうな気が。絶対起きるよね。ここか。できれば開きたくはなかったね。DCM。違う。あれ、なんだっけ ?SD だったっけ？逆か。DCM じゃなかったっけ？違う。ちょっと待ってね。今ね、昔のメモを見ながら。これか。よしよし。キャップ。ショットガンかーってことは、ショットガン取りたいね、早くね。使う。開けた。開けたところでよ。どうせ起きてくるんだからさ。よし。もうね、クリティカル取ったら、なるべくおとなしくっていうね。一旦預ける。預けない。よし、行こう。絶対起きるよね。そっか、配置的に、配置的に出てこない。お、普通に行けたね。レッド、回復は取りたいが、こっちはね、合わせて、クレアのメモ。はあ、クレアのメモとかあったんだね。パソコンは宝石箱あげる。やっぱなんか2周目っていう感覚に近いからね、そんな、気にしなくてもって感じはするけど。ショットガン、ショットガンにしとこ。で、組み合わせて、あとはレッドオーブそのままでいいかね、一旦組み合わせ。はい、オッケー。サクサクやね。もう一回ここちょっと来たいけどな。どっちかっつうと、コンカッションかな。こっちじゃない。こっちやね。さあ。ここ抜けて、行きたいけど。おい、おい、マジかい。待て待て待て。そんな出てくるの早いの？逃げろ逃げろ。マジかよ。聞いてねえよ。おお。
はい、とりあえず、かきけ中よし、特にない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 ね。よし抜けろ。もう逃げるの大地。ここの前にばあちゃんの目、ああはいはい、その目もね、その目もはもういりません。はいはいはい、いやそっか、ここいんのか。あれってことはさ、これ状況的に、入ってきたらやばくね。一旦抜けて、どうしようかな。今取ってきた方が何かと賢明かな。一回かけるか。これはメモ。ちょっと待った。ただビーナスがあったっけ。そこだよね。どこ行った？あのメモ。違う、これじゃない。あったあった。ヤギ、銀こと、鳥。集めろ、集めれるもの集めろ。で、使う。どうせ入れ替えになるからね。ここ行ったらどうなるんだ。あ、ここ開いたままならないかな。よし、倒れるんかい。倒れたね。よし、でもこの状態でヤギ、こと、鳥、よし。ただ、ここからだよ問題。逃げ切れるかな。おお、はいはい、ご苦労さん。さあ、ご苦労さん。さあさあさあ、問題はこっから。ガンパウダー欲しいなぁ。行くしかない。もう。で、こっちからしか行けないんだよね。抜けて。おぉ、いぃー、マイクもらってる。いや、これ抜けよ。タワーがもったいない。そう、おいおい、よし、これ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 、これが DCM か。よし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 、あいたあいたあた、さっさと取って、さっさと取って逃げる。よし、マグナムか。マグナム欲しいけどな。単体で吹き押しても効果がない。使って、そして、抜けて、うおー。はい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 、あーマジで意外としつこいのね、あんたね。となると、ちょっと早くね、足。開けろ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 、よしよしよし、はいはいはい、いけ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 。ここが何？焦る、めっちゃ焦る、ここ。双子天秤、双子天秤、なんだこれ。双子天秤、これ
お、適当に押して。はーい、いらっしゃい。ゆっくりしていってね。あー、やべえなー。そしたら、もったいないけど、捨てるしかない。組み合わせても効果がないんだったら。今、めちゃくちゃ、追われてます開けれるか、そこ開けれるよね。なんか本あったね。だいぶ追われてる今回。逃げろ。起きたー、こっちは？どう逃げたら正解？ここだってないでしょ。抜けてオフィス？あ。ちょっと待ったな。ここ、リッカー先輩がいたよね、前ね。倒してねえもんな。どうしよう。ここ行きたい。ここ行きたいんだけど。ちょっと待ってね。だいぶテンパってるから。ロックされた扉。賭けやな。こっち通って。ハートなんだよなぁ、でも。金庫行きたい。よし。そうだ。あ、ちょいっと失礼ね。開けて、通り、まだ使う。そう、金庫をね。金庫を。これが何番だったかな？ちょっと落ち着いてね。9、5の1、2、3、4、5、6、7。お、来た。よしいやー、マジでクリア編の残しといてよかった。ということで逃げます。取った。で一回これはタイラント来てるからぐるーって回って行かせてもらえない。やばい、しかも来てるね。あタイランさん、おお、マジ。あー、ダメだったね。あー、抜けれないか。いや、だいぶタイランとで難易度上がるな。ってことで、最新のセーブデータからやり直し。ってことはだいぶ最初からだね。やっぱセーブポイント先に目指すべきか。ってことは手に入れたコインも全部なくなったっていう感じだね。むずいよ。難易度が上がるっては聞いてたけど、まさか、そんな上がり方してると思ってなかったな。なんだったっけ、忘れてしまった。ヤギ、ポット、鳥。ヤギ、ポット。おい、ゲッチュ。で、正面から抜けたいが。あ、そう来ちゃいますか。よし。あざーす。残しておいて。あー、コンカッションねえのきついなー。こっちだね。とりあえず、一回セーブポイントまで。一気に行こう。
マグナムの弾はいらぬ。下降りて、降りて、降りて、さらに降りて、あー、しくりました。もういいや。よし。うわ、そっち数多いって。いやー、マジで。うわ、これどうしよっかね。結構処理していかないとどうしようもなくなってきたね。とりあえず持っとく。2つは欲しい。めっちゃ入り口いるもんね。取って、またさっきのバックパックだね。取り行きたいけど、ここいるしな、今。いやー、やばいっしょ。開けたらいるんでしょ。どっちだ。左。あ、いやー、あんまり絞りがこの状態効かんな。上からおいでやな。あ、また来るね。ってことは、あそこのゾンビをとりあえず排除しないと、どうしようもないところはあるな。もうちょっとこう、こっち側に顔を出してくれないって、ね、いたね。こい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 、おい。さあ、膝ついて、ふざけるな。よし。いやー、ほんと。ほんと。弾足りんよね。ナイフなかったっけ。ナイフ欲しいなー。なんかショットガン、まあ、マグナムもだけどさ、めっちゃ欲しいね。あ、一回セーブショットとりあえず。してないね、多分ね。いやー、マジか。こんな。どうせいるんでしょう。この野郎。よし。おお。まだ？まだ来る？動くねー。動きますな。おー、さらに来るか。これほんとたまったりねーな。いやー、上から降ってくるかー。勘弁してほしいわー。あっ、クソ野郎。この野郎。よし。あー、弾がね。弾がね。預けておいて。
さあ、一回、とりあえず片付いたか一回セーブしといて、こっからね、また、片付けるのがね、片付けるのがめんどくさい。いやー、なんだろう。単純に倒すのが辛い。こっちは特に何もなかったよね。そうだね。まだいけない。特にアイテムもない。正面行って。くぅーマジかよ。いやー、近いって。とりあえず、1、2、3、4、5、6、7、8、9の、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15の、1、2、3、4、5、6、7。さあ、OK。これでもう一度取り直し、完了。で、だよ、取った。あとはこっち側取ってるから、真ん中行って、いや、メダルが欲しいところだね。いやー、開けてきちゃったねー。開けてきちゃうよねそして弾がないんだよね、ここまで来るとな。上行ってくるって回って取るしかないな。よし、これだけね、まだちょっと分かんないんだよ。よし、当てて回って、気のせいかな。これ開けたらさ、いるとかないよね。ほうほうはい、あ、一応上がったり下がったりとどまることは可能。あ、いけないよねー。そう、一旦ね。ご丁寧に。タイランプさん。そんな殴って避けれる？マジで。降りて。そこ左いけるよね。よし、ここがちょっと待ってね。焦らせるな。ヘビだったよね、最後に。双子天秤ヘビ、双子天秤ヘビ、違う、天秤か。はいはい、次次、はいはい、逃げろ逃げろ。で、これも取っておく。はいはい、確認ね。はい、開けた。で、何が出てくるんだったっけ。フィルム。わざわざここでフィルム。はい、マップ行きます、さよなら。あ、マジか。そっか、はい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 。あー、やっぱ、おお、どっちいやこれさ、確実にさ、まあ順番待ちしてるじゃん。いや、順番待ちはなしでしょ。
順番待ちするか。どっからだろう。もう一回多分保存したところからだよね。順番待ち。いやわー。っていうことは結局下から回ってきたけどさ。これ上から行かないと結果意味なくね？ってことだよね、結局。2階は。だよね、3階。倉庫抜けていけるわけじゃないし。はあ。大変すぎる。ショットガンとかな、せめてあればまだ違うんだろうけどな。そういうわけにはいかなさそうだし。そっか、クレア編はそのなんだろう、リッカーがすごかったなと思ってたけど、こっちはこっちで耐乱とか、その積み要素まであるしね。双子天秤、疲れてきた。あれ、双子天秤、あら、じゃなかったっけ。双子天秤、ヘビだよね。あ、ヘビじゃない。もう今度ウニョウニョだ。あはー、もうやばいね。とりあえずまずやることは戻ってセーブ、まずじゃないと話が進まん。いやー、マジかー、辛いわー。むちゃくちゃ作業感出てきてる。そしてタイラントが強い。戻ってぐるって言っていないことを祈りつつ、いたら戻ってくる。いたねー。そう来ちゃうかー、どうしよう。せめてナイフがあればなー。それは取っておきたい。で、開けて、で、どうだ。あー、ナイフがあったのか。マジか。降りて。意外と足速いからな、タイラント。開けるか。開けて。さあ、そしてまたここを開けると。何回開けるんだっていう感じなんだけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9の15の、はい、最後1になれば OK。 何回開けたって思いながらね。抜ける。やつが来る前に抜けるけど、こっちだね。いや、マジでこれ、慣れてる人の操作見てみたいな。あ、ネタバレ防止で、見ないようにしてるんだけどさ。そしてフィルム。どうなる？ライオンの像。おー。
あ、これで、王冠、炎、鳥。よし。こうでしょう。こう。マガジンないんだよな。こうするしかないよね。ハーブはあるか。弾がないしなーっていう感じなんだよね。めっちゃ近く通ってんじゃん。マジで。そしたらライオンは分かったから、ここ武器欲しいけど、武器の手に入れようがないんだよな。ダイヤル上ね、マグナムだったね。こっちか。あー、2階で、うん、そうしよう。あ、そうだったー、そうだ、この銃はマチルダの方だ。いやー、結構これはこれで弾がやべえな。さて、閉じてるから上。ここ抜けれないんだよね、結局。上行くか。何かとこっちの方がゾンビはいなかったしね。で、今何かと上いないから、これ取っといて、これが、違う、 DCM だ。で、ガンパウダー取るだけ取って2階に戻っていこう。もう弾がね、ここまでちょっと枯渇してるってなると、ガンパウダーめっちゃ大事。で、2階に行くと、いやー辛いわ。だね、ここら辺は始末してるからいないよね。救急でしょ。で、武器庫は行ってもっていうところだし、疑念室そのまま行けたっけ。なんかハートがいるような気がするんだけど、気づいてなかっただけか。だよね、やっぱ一回開けないとダメな感じか。取った。で、抜けるわ、こっち。後で来よう。なんかアイテム取りはね。よしよし。一つ気になったんだけど、この時動くのかな？ライオン、冠炎を取り、冠炎
鳥を早く。よし、よしよしよし、よしよしよし。イベント的には先行きたい気もするが。いや、そうしよう。先にセーブポイントだ。それには帰らねえ。よし。よしよし。使う。さあさあ、早く早く。早く早く。先に。ただ、これって問題、まあ、いいか。危なー。はあ、さすがに来ないでしょ。おお、さすがに来ないね。こっち来て正解だ。あー、つらい。マジつら。はあ、ガンパウダーあげっちゅの、まあ、そうだね。ってことは展開的にまたボスか。はあ。めっちゃそこゾンビいる感じがするんだけどな。さあさあ。よし。そしたら、動画はまずここまでにしましょう。つらい。なんかほとんどやられてただけって感じだったし。いやー、つらいなー。まあ、ここ一応セーフエリアだから、入ってこないとして。いや、マジ。これでボスでしょ。なかなか難易度高いね。はぁ。ちょっとクレア編で慣れたつもりだったけど、かなり厳しいなーっていう感じだね。まあまあ、ちょっとあれですね。じゃあ、ライブ配信見てる方はこのまま続けていきますのでお待ちください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。